選手のオーバーヘッドから、最後山田選手が詰めました、得点になりました。第2ピリオド始まっております。シュートを弾いたところを、最後内山選手が詰めました、12点目が入ってます。第2ピリオド、立ち上がり2点先取しておりまして、ただいま11対0となっております。関東女子ビーサッカーリーグ第2ピリオド始まっております。ただいま11対0でリードしています。
選手のミドルシュート、バーに当たったところを、最後内山選手が詰めて、ゴールしました。第2ピリオド、残り6分となっております。ただいま得点12対0で、リードしています。振り向きざまシュート決まりました。13点目が入りました。残り5分で
これ3分半です。ピリオド残り3分です、得点14対0でリードしております。石田選手ドリブルシュート、決まりました。15対0となっております。残り1分半です。キックです。残り1分です。残り30ピリオド終了しました。15対0、15対0でリードしています。